ジロカストラは、アルバニア南部の人口43、0 0 0人の都市である。歴史的な地域である。エピルス地方にあり、ジロカストラ州とジロカストラ県の主府である。旧市街は、世界遺産に登録され、貴重なオスマン帝国時代の街並みや農民によって、築かれた多くの歴史遺産が残されている。ジロカストラは、ジロカストラ山と鳥の川の間の谷に位置し、海抜は300メートルである。 ジロカストラ城が市内を見下ろし、5年ごとにジロカストラな民族文化フェスティバルが開かれている。ジロカストラは共産主義時代の指導者、エンベルホッチャやアルバニアの著名な作家、イスマイル・カダレの出身地で、市内にはエチェレム・チャベー大学がある。ジロカストラが歴史的な記録に現れたのは1336年で、名称はギリシャ語でアルギロカストロ。 当時は東ローマ帝国の領域の一部であった。後にアルバニア人貴族ジョン・ゼネビシの公国であったジロカストラ公国の中心地となる。その後、5世紀にわたりオスマン帝国の支配下となった。バルカン戦争時にはギリシャ人が居住していることを根拠としてギリシャ陸軍によって占領されたが、1913年に新たに独立を宣言したアルバニアに組み込まれる。 これに反発した地元のギリシャ人たちはゲリラ闘争によって北エピルス自治共和国を成立させジロカストラに首都を置いたがジロカストラを含む北エピルスは1921年には最終的にアルバニア領となったアルバニアに政治危機を引き起こした1997年のアルバニア暴動は市内にも及んだアルバニア人と並んで かなりのギリシャ人マイノリティが市内に居住している。ジロカストラはサランダとともにアルバニアにおけるギリシャ人コミュニティの中心であると考えられており、市内にはギリシャの領事館が置かれている。ジロカストラでは鉄器時代に遡る陶器が発見され、それが最初に現れたのは青銅器時代後期のエルバ山県パズ北でアルバニア中でこれらは発見されている。 ジロカストラ周辺で人が最初に住み始めた記録では、キリシャ人の部族である、ハオニア人である。町の城壁は3世紀に遡る。高い石の壁の城塞は6世紀から12世紀にかけ、建築された。この間、ジロカストラは、大きな商業的な中心として開発され、アルギロポリスアージャイロパリスやアルギロカストロン、アージャイロカストロンとして知られていた。メラニテケ町は、東ローマ帝国。 エピロス先生広告の領域の一部となり、最初の記録では、アルギロカストロと東ローマ皇帝ヨハネス六世イカンタクゼノスにより1336年に言及されている。1336年から1418年の間は、アルバニア人貴族ジョンゼネビシシタのジロカストラ広告の首都であった。1417年になると、 オスマン帝国の一部となり1419年にアルバニア三弱の主婦となる。オスマンの旅行家、エブリア・チェレビが1670年にジロカストラを訪れた時、200個の住居が城壁内にあり、東側にはキリスト教徒の外区であるキーサイク・バラーシュに200個が、バイジャック・バラーシュには150個が、他にパロアとベターシュ、ダナバとホジベー、 メミベイの6の外区が城の周辺の丘陵地に点在していた。テレビの記録によれば、町には当時2000個の住居と8つのモスク、3つの教会、280の商店、5つの泉、5つのキャラバンサライがあったとされる。1811年、ジロカストラは、アルバニアで生まれたテッペデレンリア・リーパシャが率いる、ヤニナパシャルクの一部となり、バルカン半島南西部にある、 半日の封建領地に代わり1822年にアリー・パッシャが亡くなるまで続いた。1868年にパシャリクが落ちるとエルジリ三弱の主婦になる。1880年7月23日にアルバニア南部の政治連盟、プリズレン連盟の会議がジロカストラで行われ、オスマン帝国のアルバニア人人口が多い地域が他国に割上された場合に反乱を起こすことが、 決定された。1831-1912年のアルバニア人の民族覚醒で、ジロカストラは運動の中心地となり一部のグループは、スカンデルベグの肖像を運び入れたと報告されている。スカンデルベグは、アルバニアの国民的な英雄で、この時代の運動の象徴であった。ジロカストラには、多数のギリシャ人が居住しており、第一次バルカン戦争時に、 キリシャ人により町の自治が要求され、キリシャ人の領域となった。オスマンもこの時期になるとジロカストラからは撤退している。しかしながら、1913年のロンドン条約と1913年12月17日のフィレンツェ議定書によってアルバニアに与えられた。この出来事による変化は、 地元のギリシャ人には全く支持されていないことを示し、ゲオールギオス・クリスタキス・ゾグラフォスの下に集結し、抵抗勢力が作られた。組織はすぐに、ギリシャと合同で地元による自治から強などによる国際的な軍の駐留をジロカストラやサランダ、コルチャに要求した。1914年3月、北エピルス自治共和国は、ジロカストラで独立を宣言し、列強とコルフに定書で、 確認された。しかしながら第一次世界大戦でアルバニアが崩壊したため共和国は短命であった。1914年10月から11月にギリシャ軍が戻り再びジロカストラをサランダやコルチャと共に攻略している。1916年4月にジロカストラを含むこの地域を北エピルスと言及しギリシャに併合したパリ講和会議により戦前の状態に戻され、 1913年のフィレンツェ議定書で決定された国境が支持され、ジロカストラは再びアルバニアの主権下に戻された。1939年4月に、ジロカストラはイタリアのアルバニア侵攻に続いて、イタリアに攻略されている。ギリシャイタリア戦争中の1940年12月に、ギリシャ軍が市内に侵攻し、ナチスドイツの攻略と1941年4月に、 再び、イタリアが支配する前の4ヶ月間にわたり駐留した。1943年9月のイタリア講和後は、ドイツによって支配され、最終的に1944年にアルバニアは解放され、ジロカストラもアルバニアの主権に戻される。第二次世界大戦後の共産主義政権下での、ジロカストラは、工業や商業の中心として開発が進められた。 博物館都市として地位が上がり、共産主義のリーダーであるエンベルホッチャの生誕地でも、あるジロカストラではホジャの成果が博物館になっている。共産主義の時代が終わった1991年以降、ジロカストラは経済的な問題に直面している。1993年にはギリシャ人マイノリティとアルバニア警察との衝突の中心地にもなった。 1997年には大規模なネズミ港の破綻によるアルバニア経済の大混乱による影響をジロカストラでも受けている。サリ・ペリシャ政権に対する反政府運動の中心となり、反体制派による暴動が起こり、最終的にサリ・ペリシャ政権は辞職する。1997年12月16日に、ホジャの成果は何者かによる破壊により被害を受けるが、 修復されている。1925年、アルバニアは、ベクタシュ教団の世界的な中心となった。教団の中心は、ティラナに置かれ、ジロカストラは、アルバニアに6つある教区のうちの一つとなり、アシム、ババのジェメビの中心であった。ジロカストラで、多くのベクタシュやスンニ派人口を保っていた。歴史的に15のモスクや鉄拳が設立され、 1945年には、そのうちの13は機能していた。現在では、ジロカストラモスクが残るのみで、他の12の宗教施設は1967年に、アルバニアの文化革命によって、共産主義政権により破壊された。ジロカストラは、アルバニア正教会の教区も置かれている。17世紀、オスマンの旅行家であったエブリア・チェレビが1670年に、 ジロカストラを訪れた際、街の詳細な記述を残している。ある日曜日に、チェレビは、バイティムを聞いている。バイティムは、伝統的なアルバニアの死に際しての嘆きで、プロの回想者により行われ、泣き女の一種である。チェレビは、その創造しさからジロカストラに、泣き叫ぶ街というあだ名をつけている。アルバニアの小説家、イスマイル・カダレによる、小説、石の年代記では、 第一次世界大戦と第二次世界大戦にイタリアやギリシャによって占領されたジロカストラの歴史を伝えている。アルバニア初の女性作家であるムシネコクアルアーリは80ページに渡り中の若々しいジロカストラの彼女の方言で3文私の古い母は私にこう言っているを残している。本では日々のジロカストラの女性の奮闘が描かれ地域でブームとなった。 ジロカストラは、アルバニア人、ギリシャ人両方のポリフォニーがあり5年ごとに、ジロカストラナショナルフォルクローレフェスティバルが行われる。フェスティバルは1968年以来開かれ、直近では2009年に開催されている。フェスティバルは、ジロカストラ城で開かれている。ジロカストラでは、ギリシャ人マイノリティが多く住んでいることから、ギリシャ語の新聞、ラムダアルファーカッパミューアルファーが発行されている。 同新聞は1945年に発刊され、同時代のアルバニア社会主義人民共和国で発行が許されていた唯一のギリシャ語新聞であった。ジロカストラ城からのパノラマジロカストラの街は傾斜地に築かれ、周囲を城塞が取り囲んでおり、大地の上を占めている城壁は3世紀に築かれたが、最初に言及されたのは12世紀で現在ある多くの建物は、 オスマン時代の17世紀や18世紀に遡る。典型的な建物は高い石のブロックで築かれ、5階くらいの高さまで築くことができる。家を囲む外部と内部には階段があり、このような防御された住居はアルバニア南部の典型的な住居であると考えられる。低層部には水槽と家畜小屋があり、上層部にはゲストルームと家族の部屋で構成され、暖炉も含まれている。 さらに上の木沢橋には家族の寝室と内部の階段が繋がれている。世界遺産にジロカストラが指定されてからはそのいくつかは復元されているが他の建物は荒廃が進んでいる。博物館に変わったホジャの聖火ゼカテハウス多くのジロカストラの住居は独特な地元のスタイルで石の町というニックネームを得ているがほとんどの古い家の屋根が石で覆われていることによる。 ジロカストラは1960年代や70年代にベラと共にアルバニアでは数少ない建物の近代化の計画から保護された町である。両都市は博物館都市の地位を得てユネスコの世界遺産になった。ジロカストラ城は町を見下ろす場所にあり、峡谷を見下ろす戦略的な場所である訪問者のためにオープンしており、 軍事博物館も含まれ、大砲やドイツに抵抗したパルチザンの記念物、帝国主義に抵抗した記念としてのアメリカの戦闘機などを特徴としている。19世紀や20世紀には、アリーパ社やゾグユ一世によって建物が増やされている。今日では5つの塔と、時計塔、教会、泉、馬小屋、他の多くの施設が占めている。北側は、ゾグユ政府によって刑務所に変えられ、 共産主義時代には政治犯が収容されていた。ジロカストラはオスマン時代の古いバザーアルも特徴でオリジナルのものは17世紀に建てられた。19世紀には火災により再建されている。今日では200を超える家が文化的な記念物としてジロカストラでは保存されている。ジロカストラモスクは1757年に建てられている。1988年に最初に 世界遺産に提案されたが、国際記念物遺跡会議の専門家は、旧市街を損なういくつかの現代的な建物の出現に困惑していた。最終的には2005年に登録されている。ジロカストラは、アルバニア西部の低地と標高が高い内陸の間に、位置し、暑い夏の地中海性気候であるが、アルバニアの普通の地中海性気候に比べると、降水量が多い気候タイプである。 ジロカストラは商業やいくつかの産業の中心都市で特に食品加工や比較、織物の中心である。最近では地域生果市場が構築され、地元の生果が取引されている。アルバニア南部は近くのギリシャのヨアニアの町との関係で有機野菜の産品供給が将来的に増える可能性があるが、現在の品質は欧州標準には遠く及ばない。 1988年に市の商工会議所が設立され、ギリシャとの国境地域の貿易を促進している。ギリシャのアルバニアへの資金援助の一部により、ギリシャ軍がジロカストラ市内に病院を建設している。近年では多くの伝統的な家屋の再建が始まり、オーナーを引き付け戻しており、観光による活性化は地元に新たな収入をもたらす可能性がある。 しかしながら一部の家屋は投資の不足から打ち捨てられている。2010年のギリシャの経済危機の影響をアルバニアで最初に受けたのはこの地域で、アルバニアからギリシャに出稼ぎや移住していた者は失業などによりアルバニアに戻ってきている。ジロカストラに最初に開かれたのはギリシャ語の学校で1663年に創立している。この学校は地元の商人が講演し、 主教が監督していた。1821年にギリシャ独立戦争が起こると学校は破壊されるが1830年には復活している。1727年にマドラサが開設され以来、1967年に共産主義政権の文化革命が起こるまで240年間に渡り続いていた。1861から1862年に 女子向けのギリシャ語の学校が設立され、ギリシャ人の銀行家、クリスタキス・ゾグラフォスによる資金援助を受けていた。最初のアルバニア人の学校が開かれたのは1886年のことである。今日のジロカストラには7つのグラマースクールと2つの総合高校、2つの職業校がある。市内にはエチェレム・チャベー大学があり、1968年に開設された。 最近は入学者数の低下から一部の学部は2008-2009年には機能していなかった。2006年にアルバニア政府とギリシャ政府によりギリシャ語の大学をジロカストラでは2つ目の大学として開設することが同意された。この計画は2010年に35名の学生で始まったがヨアニア大学が教員の提供を拒否し突然中止され、 ギリシャ政府とラトシス財団は資金を引き上げている。ジロカストラの人口は4万3000人である。またジロカストラはギリシャ人マイノリティもおり、ある資料によれば1989年には4000人いるとされ、街のギリシャ人の32%がギリシャ語話者であると宣言している。ジロカストラはアルバニアにおけるギリシャ人マイノリティの中心地であると考えられ、 ギリシャの領事館も置かれている。ジロカストラには幹線道路 SH4 号線が通り、北側はテッペレナやドロープルと南側はギリシャとの国境までの 30km を結んでいる。ジロカストラ付近からギリシア国境までの幹線道路はギリシア政府の援助等により整備されている。逆方向、ティラナ方向に向かう幹線道路はほとんどの区間で未整備か現在整備中である。 長距離バスや乗り合いタクシーが停車するバス停は谷底の幹線道路沿いにある。新市街中心部は少し登ったところにあり、旧市街と城西は山の中原にある。新市街中心付近より旧市街、城西方面へ向かうバスが出ている。アルバニア政府は歴史的な価値のある街並みを博物館都市に指定しており、ジロカストラはその一つである。同指定を受けた都市は他に、 ベラトがある。街並みを形作っているのは、この地域特有の蔵と呼ばれる石造りの家屋で、オスマン帝国時代に建造されたものである。この街に残る城塞、家屋、市場、宗教建築物は2005年にジロカストラの博物館都市としてユネスコの世界遺産に登録された。2008年にはベラトも加える形で、 拡大登録され、世界遺産登録名もそれに伴って変更された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。